ヒロイン決定。どうですか今の心境は。頑張ります。参加した時の自分の気持ちとそこから3日目の今日終わった時の自分の何か変化があったと思うんだよね。プロセスを通じてそれが多分君たち一人一人の物語だと思うので、自分一人一人のその物語もこう振り返ってこうだったな、そしてそこから生まれたみんなの物語もこう味わって、それをこう本番っていうんでしょうか、お披露目、さらに多くの人に、届けられる喜びと期待を持って、とりあえず、締めていただきたいなと思います。皆さんたちがこれからなかなかどんな時代が待ち受けているかわからない、そんな未来を生きていくから、だからぜひ、自分の頭でものを考えて、そして、自分で発信できるようなそんな力をつけてもらいたい。私はぜひ皆さんに、この取り組みを通してワクワクを感じてもらいたいなというふうに思います。自分の中にあるその、クリエイティビティって言いますかね、創造性を大いに発揮して、それをこう形にして、みんなと一緒に協力しながら形にしていく、そんなワクワク、そんな魅力をこの授業で感じていただければなというふうに思っております。では皆さん、まもなく始めますので、椅子ごと前の方を開会領事の時には前、元気があれば何でもできるじゃないんですけど、やっぱりその元気ってこう気持ちじゃないですか。みんなの気持ちを込めて、それを作品に魂を宿すと。雲の写真からヒントを得てこの名前にしたんですけど、雲のように自然体でありたいっていう意味と、あとクラウドってクロウドって、ね、素人じゃなくてクロウドを目指して頑張りたいっていう、そういう思いでつけました。ホームって言ってね、冷たく暗いイメージを持ってる人がいるけど、温かい家庭に育ったんでね。あ、はい、幸せです。はい、そうです。実は中国はアートの街っていうことで売ってまして、浅井の国芸術劇場っていう劇場があって、もう割とそういうところがあります。あとはその本町通りっていう街道が見えますか、ここは江戸時代から栄えていた街並みっていうところで、公民館自体が神社の敷地の中にあるんですね。ですからそういうちょっと変わった形にはなっています。Thank you.
け飯は楽しい？面白いです。面白い。やっぱちょっと変わる見方が。あ、そうですね。今まで結構素通りしてたものに改めて目を向けると面白いです。どう、歴史を感じる？自分の親が子供の頃に使ってとか展示されてると、うん、なんか古いのか新しいのか分かんなく、うん、はい、じゃあ行きます。はい、チーズ。最高の安定した光ですね。の状態がキープされるのが一番理想。メガネ出せば。あ、メガネ、ほら、メガネ。あ、来てる。ほら、頼むよ。じゃあ作品の設定を紹介します。いいですか、20周年。じゃあ一つは80年後の未来からやってきた何々と冒険に出る。80年後ということは、さいたま市が、まあ、もし続いていればですけど、100周年になる。ちなみにみんなも大体100歳近くになってくるね。30年前の過去から、携帯電話とかない。携帯とかね、あの、なかったですね。なんで冒険に出なきゃいけないのっていうことになるわけじゃん。あの、一人一人目的を持って参加してくれてるので、午後の以降のこの後がすごく楽しみです。はい。脚本っていう言葉は聞いたことがある人あるよね、ドラマとかアニメとかね。脚本とは何のために書かれる。いいよね、桃太郎の話でも言ったように、お話を三幕構成で始めなきゃ終わりにしようと言いました。さらに、これ脚本にしていくときに、脚本というのは場面をつないでいく書き方です。さっき全く逆に言ったけど、そろそろ発表する準備をしといてください。人と一緒に旅するんです。まず未来の話なんですけど、80年後、2101年、埼玉市ではなんと大宮と浦和がまだ喧嘩をしていて、その喧嘩が発展して分裂の危機に陥っているという状況で、浦和の母と大宮の父を持つ、まあ、未来人の子がこれはどうにかしなきゃいけない、離婚になっちゃうということで、あの、現代に来て市民満足度が一番高かった2020年代にやってきました。感想。難しかったけど楽しかった。なんか脚本にちょっと興味あって参加したので、そうだね、そうだね、それについて知れたので、ね、とても面白い。うん、本当子供たちの顔が、あの、変わってくるのがとても面白くて、あの、見てました。全体的に晴れてる線を撮りたかったので、うん、なんか気持ちの心情とかそういうのも、うん、なんか天気に合わせようとしたんで、うん、ちょっと雨が降っちゃうと、うん、映画の趣旨が変わっちゃいますね。雨が止まないので地下に避難してきました。はい、どうすか。どうすか。どうすか。残念です。残念だ。終わるか心配です。全部でそうだね、どう立て直すって言ったらね、はい、はい、諦めないで。はい、寒いですね。寒い。そっか。晴れてきたかも。はい、よかったです。できるといいね。はい、今のうちに撮ります。
じゃあ録音して整ったら手あげな。手あげるね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと。もう一回、もう一回。自然体でやりたいから、なんか難しいけど楽しいです。はい、うん、自分たちで考えて、うん、最後までやるっていうのはなんか新しくてすごい楽しいです。暗くしたいのね、中を。あ、夜っていう設定。何もやらんから、あって言った方がいいと思う。いいですか。はい、3、2。あ、あ、いいよ、すごい。じゃあ撮ってください。いきます。3、2。ラストシーン。いきなりのラストシーン。うまくいった？どうした？見せ場？お二人がすごい。お、迫真の演技で。迫真の演技って言うとなんか嫌みじゃん。ビンタした？ビンタもしてる。これ何が起きるんですか？殺人ですか？から来た少年が、うん、倒れて回って助けるそこで声が、だけどちょっとだけちょいちいるよみたいな感じがただ倒れてる。なんか形容詞なんかつけてくれればいい。その場で思いついた。バカみたいに陽気を出してるとかです。おー、すごいよね。気になったね。気づすぎない。大丈夫です。あ、大丈夫、よかった。なんか自然な感じにしないといけないのかなって思うんですけど、うん、けど映画って自然じゃないから、うん、なんか難しいなって思いました。どうだ、最初か最後の見てる間に、うん、これで僕ぐらいまで行った後これ終わんねえぞと思って、あの髪の毛で隠して。すごい。あ、もうこんな時間じゃん。怒られる。早いとこ帰ろう。ちょっと待って、あんたの家に泊まれるわけないだろ。みつこ、なんで大人っぽくなってるんだ。完璧かもしれない、うん。たけしもなんでそんなに子供っぽくなってるの？進学するくらいの自分の夢に真剣だった。え、あれ？待って。え、これから撮るんじゃない？今のいただきました NG。 NG 集いただきました。
まあ、僕としては本当にこうここまでねみんなもやれるのかなっていうのは本当に嬉しく思いました。なんか途中なんか混沌として悩みみたいな壁にぶつかってたところもありますが、意外や意外面白いものが出てきたなと思いました。なんかまあ達成感がありましたね。あ、一言覚えていた。諦めないでできました。ありがとうございました。なんか最初でなんかもう絶対できないなって思ってたけど、なんかすごいなんかめっちゃ教えてもらったりしてできるようになった。すごく楽しかったです。はい、撮影とかあのどういう見方するのかなっていうのが客観的に研究できたのが良い素敵な経験になりました。諦めてない。結構仕事だから。はい、お疲れ様。ありがとうございます。チームはかなりピンチからの回復だったけど、どう終わってみて。よかったです。いい作品ができました。それが聞けてよかった。はい、はい、ありがとうね。こだわったところで、周りに気づいてもらえた時がおーってちょっと歓声が上がったりするときちょっと嬉しかった。ねえ、本当お疲れ。はい、ありがとう。ありがとうございました。元気出たね。元気になりました。諦めないでよかった。よかったです。楽しかったです。